私的にはもうなんかキスに感情がなくなってきたというか全然続いては宮脇さくらちゃんです。さくちゃーん、あーなに、キレイキャラーかわいい、結構こっちの準備キレイシジュラケっぽい、キレイキレイモードキレイキレイ、すごーい、キレイキレイキレイかっこいい。弱虫ペダルみたいな。かっこいい。嬉しい、そんな。楽しい。これも楽しい。女の子にチヤホヤされるの、なかなかないから。まあでもキリッとしてるから。宮脇は。ちょっとチャラめなイケメンに大変身。ペアを決めなきゃいけないんですよ。だから女性陣からちょっと指名していただいて。選びたい、選びたい。3人は誰を指名するのか。せーの。うわー、ペア入りました。シナモン、そうか、見た目というかこの後な絡まぬ感じだよね。見た目はいいですけど、いやこだまは泣く泣くシナオとペアに。女心をわしづかみにする男装店員は誰なのか。続いてチャラめの宮脇が松岡をメロメロに。写真じゃん、なんで来なかったの？ずっと待ってたんだけど、待ってた。特に理由はないけど。髪切ったでしょ？髪切った。失恋？うん、20歳になったから。あ、そっか、20歳だよね。お誕生日おめでとう。ありがとう。でも、あれ、一緒に誕生日お会いしたかったんだよね。して？他の男といたの？怒った？もう会わないから。え？え？え？うそ。男装も頑張ったんじゃないですか。いや難しいと思うな、あれ。はい、2人でどうぞ言われてもね。誰と付き合おうかな。男に飢えたサッシーが理想のタイプを告白。一番タイプなの誰と付き合おうかな。付き合うなら、ああ。まあ一番タイプなのはまあさくら。おお。なんですよね。あ、そう。ちょっと甘めの彼女で。うん。さくら多分
私のことなんて好きになってくれないと思う。なんでやねん。絶対モテるから。あ、それで窓かに相談します。私はジーナは私の物語には出てこないです